じゃあ、今日は CP303 白ネギの裸タレの箸のやり方をやります。まず箸の前に育苗箱の説明をします。育苗箱は、たくさん世の中にあるんですけど、まずこの、こういったたくさん穴が開いている育苗箱ですね。あとはこういった曲がったりですね、こう反っていたり、少しここが壊れていたり、そういったものは使わないようにしましょう。しっかりとこういった正しい、ちゃんとした箱を使ってほしいです。まず、チェーンポットの紙ですね。こちら差し込んでいくんですけども、展開串なんですけども、差し込むというよりも、上に置いてあげて、蓋を閉じるようになっています。で、こちら側も、少しこのラベルが短いんですけども、置いてあげて、蓋を閉じて、親指で押さえて差し込みます。大体まあ2、3センチぐらいこう出してあげると非常にこの後の作業がやりやすいです。で続いて、今度はあの展開枠ですね。これ向きは特にありません。どちら側でもいいです。で先ほどセットしたこのチェーンポットのですね。これを広げていきます。で気をつけてほしいのは、まず CP303 という文字が読めるように、この向きではなくて、この向きで広げてある。で、爪と爪の幅よりもチェーンポットの紙を広げてあげる。一前ぐらい広げてあげて、そのまま、こちら側を内側に戻す。押さえて、で、抜いたら必ずこの白いラベルは必ず入れましょう。中に入れてあげます。育苗中に乾燥する原因になりますので、しっかり抜いて。で、注意点としては、これをこう入れるときに、紙を持ってしまうことによって外れちゃう方がいるので、必ず枠の左右をしっかり持った状態で入れる。続いて次は土を入れます。土の入れ方としては、全体的に入れるというよりも、まあ、真ん中を中心にこう入れていただくと。で、ここで一番気をつけてほしいのは、この土をこの中に押し込む方がいるんですね。ギュッギュッと。そうではなくて、こう持った土をこう左右にこう吐き出すような感じで、で、あげるような感じで入れていただくといいと思います。で、表面を削るんですけど、手はこう左右に、こういう動きではなくて、左右で表面がきれいになって端の巣がなんとなく見えてきたらブラシを使います。ブラシは縦に置かず斜めにして右から左止めずにですね、そのまま右から左と。で表面が少し削れます。削れてあげたら今度は土をブラシで少し鎮圧してあげてしっかりと詰めて、チェーンポット、ペーパーポットのいいところは、ポットの中に土をしっかり詰めることができる。これがペーパーポット、チェーンポットのいいところです。くぼんだところに再度土を入れています。押し込まずに左右に手を伸ばしてあげて、表面に土を入れる。この時の注意点も先ほどと一緒ですけども、押し込まずに表面をきれいに削ってあげる。で、蜂の巣が見えたら次の工程に入ります。で、まあ、表面がきれいになったところで次は、プレートで種を落とすための穴を開けます。まずは最初この2列を狙ってこの上の2列をまず斜めに刺すような感じでちょっと1列にグリグリッと、2列にグリグリッと、まず仮押しします。大体ポットの真ん中に穴が大体開いてることを確認できたら、今度は本押しします。押し方は、まあ、2つやり方があるんですけども、1つは、こういうふうに少し立てて、もしくは、あとはこう体全体で押してあげる。それどちらでもいいと思います。まあ、そうすると、こういうように穴がしっかり切れるようになります。
じゃあ今度は、種を落としたいと思います。今回この裸用の葉種器はですね、非常に小さい穴です。でこの穴の中に大体、種は2、3粒入るような形になります。で裸種は非常に静電気が発生してますので、こういったスプレーとですね、片栗粉、まあ、こういったものを使って静電気の防止をしていきたいと思います。まあ、例えば一つこういったスプレーでこう表面をこうしっかりかけていただいて、10分から15分ぐらいしっかり乾かしてから使う方法と、あとこういう種をこういう袋の中に入れてあげて、この中にですね、こうベーキングパウダーだとか、片栗粉を一つまみ入れてあげて、静電気を防止する。今日はですね、このパウダーを使って防止していきたいと思います。しっかりと振ってあげて、しっかりこうまぶしてあげて。これだけでも全然防止、静電気がしっかりと防止されるので、ぜひやってみてください。で、巻いていきます。巻くときは、必ず親指をシーダーの表面に置いてあげて、右手側は、ここを持たずにここへ持ちます。で、ゆっくりと振ってあげます。あまりこう、早くやるとですね、種がシーダーから飛び出てしまうので、ゆっくりと。コット種と違うので、非常に種の滑りが悪いので、どうしても表面にこう残ってしまうときがあります。そういうときはこういったハケですね。ハケを使って、ハケを斜めにして、種を落としてあげます。で、合わせ方としては、この4箇所ですね。それを、シーダーの4箇所。大きい穴がありますので、まず1箇所ずつ合わせていきます。で、合わせたら、強く押さずにゆっくりと。で、中には、種同士がくっついているものがあるので、左手で少し叩いて、種を戻してあげます。ゆっくり戻して。種を入れ終わったら、今度は枠を取ります。枠の取り方としては、手で押さえて、片方ずつ、こういうふうに取ります。よくこうやって思いっきりこう上げてしまう方がいるんですけど、そうすると、紙と展開枠の爪が引っかかって、紙が持ち上がってくることがあるので、必ず押さえて、片方ずつ取りましょう。続いて、副胴ですね。袋もさっきの突発と一緒なんですが、押し込まずに、詰め込まずに、外に吐き出すような感じで、左右に手を動かしてあげて、まんべんなく隙間がないように入れてあげます。この時も先ほど同様に、手でしっかり表面をきれいにして、最後ブラシ使います。使いますが、ブラシの今度反対側のこの板の方で、表面に凹凸がないように、フラットの状態を作るために、まあ、振って返ってぐらいですかね。そうすると表面がこういうふうに、フラットの状態になります。このような形で、発症してみてください。